皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。マップヒギコちゃんです。さあ本日の動画なんですけども、いや本題に入る前に、いや今日暑い、夏日だね。25度だって今日東京は。明日明後日がなんかちょっと寒くなって天気が崩れるみたい。はい、本題に入る前に雑談と、そしてキープガチャも引いておこう。まあほぼほぼ当たんないということで、まあ、何でもいいですよぶっちゃけ。よっね、はい、パスカル選球フォルトナーだね。これだったら、これだったらフォルトナー。はい、でこれでゲームは一旦、ね、おしまいなんですよ。悲しいけどこれでおしまいなんですよ。なので一旦これ止めますね。はい、止めました。はい、本題に入ります。ですね、タイトル通りなんですけども、いやー皆さん、2022年入りまして、1月に銀魂コラボ、呪術廻戦コラボで、2月にワートリーコラボ第2弾で、先月3月末にかけて、鬼滅の刃コラボ第2弾ということで、いやかなり盛り上がったんじゃないですか、モンスター業界も。いやはやあの、まさか鬼舞辻無惨がね、登場するなんてみたいな、超意外意外だって。まださ、アニメじゃ鬼舞辻無惨とさ、別に戦ったかもしんないけど、倒したわけじゃないじゃん。なのにもうすでに超究極として降臨する。しかも、パナエさん曰く、過去最大の最強の難易度、って言ってたんですけどね、まあ、実際確かに難しかった。殴りクエストで今この環境で難しくできるんだって若干感動したいんだよ。さあ話は戻します。売り上げの話でございます。今までそのコラボだけの売り上げじゃなくて、そのコラボの月の売り上げで出してきたんで、今回もその月の、どんぶり勘定として出していこうかなと思っております。データの引用は、概要欄からチェックしてみてください。はい、2022年1月、記憶に新しいんじゃないでしょうか。売り上げが133億円、とんでもない金額の売り上げがモンスターが上がったと。はい、それ以来ね、いくつか動画出してこなかったんですけども、じゃあ見ていきましょうか。2022年2月、ワートリコラボ第2弾だね。はい、その月の売り上げとしては67億円。急に1月のブーストから半分に落ちたんだね。本当に半分だね。綺麗に半分っていうか、まあ大体半分ぐらいになってる。で、先月めちゃめちゃ盛り上がったとされている鬼滅の刃コラボ第2弾ね、煉獄だったりとか、禰豆子だったりとか、宇髄天元だったりとか、まあいいキャラクターが実装されたじゃないですか。もちろん旧キャラクターも重心化されて、重心化開花されて、さあ売り上げは2022年3月の売り上げは68億円。なんとワートリコラボとほぼ一緒。ワートリコラボだ、2月が67億円、3月が68億円という形になっておりましたね。はい、この数字をどう見るかって話なんですけども、これ毎回言ってるんですけども、大前提としてアプリの5本指の中に入る売り上げだから常にすごいっていうのは、まあ、前提として、あの意識を置いといてほしいんですけども、いやこの67億円68億円、実際どうなのよという話なんですけども、皆さん覚えてますか？鬼滅の刃の第1弾って2020年の2月なんですよ。だから一昨年の2月なんだよね。売り上げは思い出してほしい。いくらだったか覚えてる？そう、119億円。だからまず大体120億円ぐらいかな。倍とまではいかないけど倍近い、ダブルスコア近い売り上げは2月で上がってたんだね。2020年の2月の時点で。これすごいよね。鬼滅の刃コラボ第1弾って確か3本指に入った気がする。トップの。第1位が確かセーラームーンだった気がするけどね。セーラームーン結構古いじゃん。これなんでどんどんその鬼滅の刃コラボはセーラームーンに負けるわけないじゃんって思ってるそこの君。まあ、ある意味合ってる。ある意味合ってる。なんでかっていうと、やっぱモンストもどんどんこう、やっぱ長いからさ、アプリの息が。もうどんどん下火にはなるじゃん。もちろん。食べ物を買ったら、だんだん腐っていくじゃん。それと一緒。だから
そもそものアベレージっていう数字がどん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 下がってるんで、うん、売上的にね。だからセーラームーンの時代の方がモンスト自体が人気だったって感じだね。うん、作品というよりかはモンスト自体がすごい人気だった。さあ、そして去年の2月何のコラボがあったか覚えてますか？そうだね、ワールドトリガーコラボ第1弾だね。さっき言ったね、今年の2月のワールドトリコラボは67億円だったと。さあ、去年の売り上げ覚えてますか？そうです、66億円ですね。だから1億円増って感じ。うん、だからほぼ 100% ぐらいかな、前年比。うん、で2021年2月の時点のワートリコラボは売り上げが一番下だったんだよ。うん、だん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 この40億円とか仮面ライダーとか登場するようになっちゃって話は変わってきたんだけど、うん、まあ、ワーストだったんだね。ワートリというかはワーストだったんだよね、売り上げが。まあ最近で言うと鬼滅の刃さ、68億円でしょ。だからワートリも盛り上がってないかって言ったら全然違くて、これはもうしょうがない。うん、いや、しかし残酷な、数字で見ると結構残酷な話だよね。なんか鬼滅とかさ、めちゃくちゃ売り上げ上がったんじゃないかと俺思ったんだよ。うん、改めて見てみるとそこまで跳ねてないっていう、まあ、ちょっと意外な結果にキコちゃん驚きを隠せない。はい、まあ以前もね、この売り上げその単月ランキングって形でキコちゃん出してるので、もし興味ある方はですね、ぜひとも概要欄からチェックしていただければと思います。そのわけで本日の動画は、鬼滅の刃コラボ第2弾、一体いくら売り上げを上げたのか知ってるっていう動画でした。以上、バーイ、センキュー。